密着うっちちゃ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 うはい、今日はですね、ポポちゃんが早起きで、ね、いつもはね、6時半とかに目覚めるんですけど、なんと今日朝5時に起きまして、で、今ね、9時なんですけど、もうかれこれね、4時間ぐらい朝ごはん食べた後ね、ずっと遊んでますね。ねえ、遊んでるの。ねえ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 、遊んでるねえ。遊んでるよってね。そう、で、今日はね、コクンの実家に行く予定なので、そんな一日を撮っていこうかなと思ってます。今日何時くらい？昼から。昼から。そう、俺ちょっと用事があるからさ。1時ぐらい。わしがね。あ、同じぐらい。わしが用事があるから。今日さ、タケノコ掘りできるかな？生えてるかな？いや、生えてると思うよ。あ、ほんと？危なくなければポポちゃんもね、土を経験させてあげたい気がするけど。ポポよりでかいタケノコ生えてるかも。より大きいタケノコってすごいよ。もうそれ、穂じゃないんじゃない？竹なんじゃないの？ありがとうございます。珍しいじゃん。なんで？え、普段そんなこと言わないじゃん。言うやん。最近思いやりが足りとらんか。そうだな、ちょっと足りとらんな。ああ、うん、思いやり大切だな、うん、やっぱり長くさ、生活しすぎるとね、思いやりに欠けてくるからな。今日昼ご飯何しようかな。ビーフストロガノフ。この子食べれるかな。最近ね、このね、台買ったんですよね。そしたらね、ポポちゃん気に入って踏み台昇降運動やってますね、最近ね。うわー、上手上手。じゃあ私もちょっと変わろうかな、このままね。あー、もう、もう開きました。ある、閉める閉める。閉め出された。はい、ちょっと、湧いてた。なんか開けっぱなし。はい。今からですね、顔を洗って、スキンケアします。そう、ちょっとね、私ね、今、花粉で、声の調子がね、あんまり良くないんですけど、すいません、聞き取りづらかったら。最近ね、受け取り化粧水で洗顔してます。はい、今ですね、いつもの化粧水を乗せたんですけど、今ですね、このポーラのホワイトショット SXS を毎日使ってます。私ですね、前にも動画でお伝えしたことがあるんですけど、このね、シンボルシミに加えて、こちらに子供ができました。そう、シンボルシミの子供がね、この辺にできちゃって、そう、気になるこれ。まあ、こっちの方が気になるけど、やっぱりね、この頬の高い位置って、シミができやすいですよね。でね、もうこれ以上私ね、シミ増やしたくないなと思って、このね、ポーラの集中美白美容液のホワイトショット SXS を使うようになりました。もうここ最近ね、ずっと使ってます。毎日朝晩使ってますね。そう、最近ね、紫外線も強くなってきたし、シミを防ぐね、ケアがすごく重要だなと思ったんですよね。そう、なので今日もこれを使っていきます。そう、これね、いいですよ、すごく。そう、これ開けると、ここはね、斜めカットされてるんですよ。直接乗せたいところに乗せられる形状になってるんですよね。そう、いいですよね。ちょっと乗せますね。ちょっと出します。これを、ちょっと乗せます。ねえ、気軽で手軽。そう、手軽。でね、私はね、これすごいなと思ったのが、このクリーム、密着性がすごく高くて、ちょっとこれで5秒間プレスします。はい、今心の中で5秒間数えました。このクリームはスポッツ膜を形成する SX ショットデリバリー処方が搭載されてるので、シミの気になる部分にピタッと密着してくれるんですよ。で、密着することで美白有効成分をシミの発生源に届けることをサポートしてくれるんです。そう、これね、本当に密着性が高いので、この後に乳液とか使ってもしっかりね、とどまってくれてるんですよ。私それがね、すごいなと思いました。で、かといってベタつかないので、この後のね、メイクにも影響しないっていうのはね、さすがなんですよね。それでね、私今すっごく気に入って使ってます。今私ちょっと、わかりやすくね、色が見えるようにお見せしたんですけど、しっかりね、馴染ませると色がつきませんので、もう密着してる感じがあります。じゃあちょっと乳液をのせて、仕上げていきます。はい。ゆうさま。はい。そろそろ、時間ですが。あ、延長どうされますか？カラオケ課長ね。ちょっとね、コクンさんも用事がね、ちょっと午前中あるみたいなので、私もすぐ戻りますね。
今戻ってきたら、ポポちゃん YouTube 見てた。よいしょよいしょよいしょ。あ、そう、もうこのコロコロもね、毎日の日課で。あれ、お顔見えないよ。お顔、お顔。くぐって下げて。お顔見せて。わー、わー、わー、レンズが終わっちゃった、これ。ちょうどいい感じにぼかしてくれるかな。顔見えるじゃない、ほら。ねえねえ、ククーさんがね、ちょっとね、今、お出かけしてるので、その間、ちょっと遊ぼうかなと思うんだけど、まあ、もう、ぐちゃ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 。帰ってきた、ククーン。お帰りなさいませ。ねるちゃんがね、当選もしてるんだ。ほんとだね。そう。毎回当選もしてるんだね、ここで。よし、じゃあ私はメイクしようかな。えい。鏡を用意して。じゃあちょっとメイクしてもいい？ダメ。これだよ。これなっちゃうよ。うわ。あ、何？めちゃこ。ポコちゃんこぼしちゃった。本当だ。ベタベタになってる。ちょっとお着替えしようか。すいません。すいません。まずはね、日焼け止めなんですけど、ここ最近ね、やっぱりね、さらに紫外線が強くなってきてるので、しっかりね、日焼け止めを乗せてるんですけど、今ね、私が使ってる日焼け止めはこれです。もうポーラ尽くしですけども、今使ってるのがこのポーラのホワイトショットスキンプロテクター DX です。いやね、私ね、前から私がね、ポーラを好きなことは動画見てくださってる方ご存知だと思うんですけど、改めてやっぱりポーラいいなって思った。本当にね、さすがですね。なんか、誰って感じなんですけど、このスキンプロテクターは、美白有効成分のトラネキサム酸や、あと肌荒れを防ぐ有効成分のグリチルリチン酸ジカリウムのほか、様々な美容成分が配合されてるんですけど、私がね、これすごいなって思ったのは、このね、シワのところだけ、笑った時とかにね、こうパックリ、日焼け止めがなくなっちゃったりとかするじゃないですか。でもね、このスキンプロテクターは、肌の動きに合わせて伸縮して、強いシールド膜で肌を守ってくれるんです。すごくないですか？あとね、気になるテクスチャーなんですけど、日焼けダメージが特に気になる暑い時期にすごくね、心地よいクリームで、で、そのクリームから美容成分がみずみずしく溢れ出るようなスプラッシュショット感触なんですよ。ごわついた肌を柔らかく透明感のある滑らかな肌へ整えてくれるそうです。あと洗顔でオフできるので、メイクしない日だったりとか、あと男性の方にもおすすめです。じゃあちょっと使っていきますね。だいたい大きめの真珠一粒ぐらいです。結構ね、見た目ね、こっくりしたクリームなんですよね。そう、でもこう肌にのせると、あー実際ね、肌にのせるとすっごくね、馴染むんですよ。ちょっとのせていきますね。ちょっとこっちが多かったかな。優しくのせていきます。そう、なんかすごくね、たっぷりのせすぎなんじゃないかと思うじゃないですか。でも全然スッと馴染んでいきますのでね。なんか日焼け止めってたっぷりのせないと日焼け止め効果がしっかり感じられないかなと思ったりもするんですけど、たっぷりのせるとね、その後のメイクがよれやすいなって感じたりとか、あとね、色付きとかだと白くなりすぎちゃったりとかして、私ね、のせる量って難しいなって思うんですよ。でもね、これはね、のせるともうほぼね、色がつかないですよね。ちょっとこう最後ね、引き上げるようになじませます。で、このスキンプロテクター DX は紫外線だけじゃなくて、近赤外線とかブルーライト、大気汚染、花粉を含むマイクロダストからも守ってくれるんですよ。すごいですよね。そう、いろんなものから守ってくれるの。もう最近はね、もうずっと毎日これ使ってます。メイクをしない日もね、必ずこれだけはのせてますね。はい、あとね、見た目もいいですよね。このモノトーンな感じも私好きです。くんの実家に行くんですけど、今日簡単にメイクします。ポポちゃんね、今寝ました。はい、メイクが終わりました。ポポちゃん眠ってますね。よいしょよいしょ。眠っております。ちょっと着替えてきました。ポポちゃんね、まだすやすや眠っておりまして、その間にね、ヤルちゃんのブラッシング、もう暇さえあればブラッシングやってます、私。あ、いいの、やっていいの。やってもいいって。はい。よいしょ。はい。はい。おはよう、おはよう、おはよう。おはよう、おはよう。寝れないよね。はい。チャカボール持っていく？もちろんじゃ。これはわしの宝物じゃ。ボール持っていこっか。はい、おはよう。はい、おはよう。
食べたらさ、お出かけだよ、ねえ。上手上手上手。はい、じゃあみんな準備できたから行こっか。ねえ、これ紐引っ張っちゃってる。はい、今からコクンのね、実家に行きましょう。あーあーあーちっちゃく、ちっちゃく、はいはい、かいか。はい、今コクンの実家に向かってます。いや、まだまだ花粉を感じる。私は私もだよ。感じるよね。むずむずするよね。え、なんか今年はね、本当にひどい。私なんか過去最高にひどいかもしれない。何回も耳鼻科に行ってる。私しかもなんかちょっとね、悪化しちゃって、今あの抗生剤とかも飲んでますね。今パパはね、寝てないですね。さっきね、寝てるから、あ、こんな感じでもうね、あの前を向いて座れるようになったから、チャイルドシートが。だからいろんな景色を見られてすごく楽しそうですね。全然楽しそうな顔してませんけど。着いた。着いた。あ、おばあちゃんいる。あ、本当だ。おばあちゃん待っててくれたよ。大きいおばあさんに会いに行くよ。あ、靴履かした方がいいかな。ね、まあいいんじゃない、今の。いい。よいしょ。こんにちは。こんにちは。バイバイ。お迎えに来ておりました。ここまで。バイバイ、お迎えに来てくれたって。よかったね。バイバイできる。バイバイできる、バイバイ。なんとか言えるじゃん。ね、ちょっとなんかね、うん、そう。最近ね、おしゃべりするようになって。こんにちは。こんにちは。恥ずかしいな。なんか喋ってる。喋った。喋った。なんか喋ってる。何か喋ってる。ねえ。リズム刻んじゃってるの。ああ、残り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 だと思った。今度落ちた。ああ、来た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 。もうこの長い廊下が楽しいみたいで。てあ。来た来た来た。はい、タケノコ掘り行こう。すごい、手の向きが間違った。ありがとうありがとう。よしよしよいしょ。あ、うん、あ、長女来たね。ありがとうありがとうって言った。うん、すごく楽しそう。めっちゃすごい大事よ。一回落としちゃった。すごいなんか必死さやってて。また拾ってた？はい。すいません、皆さん近づいてください。もう一度見て、はい、こうやって酒ができてくる。うわ、これなんかあの年季が違うね。なんかこれ多分1週間ぐらいじゃないな、これ。1週間でこんなに伸びるの？伸びるの。すごいよね。すごい。もう竹だもんした。ほんとだ。ちょっとここはね、ポポちゃん危ないから、ここちょっとあれだね、危険だから、もう今は今預けて。そうだ、ぼうちゃんは今ね、あのコクンの妹さんにお任せして。あ、見つけた見つけた。これどのぐらいだろう。これちょっと小さいやつだね。それ小さいよ、それ小さい。やめよう、これじゃ。うん、やめよう、やめよう。育てようか。いや、私転びそうだわ。あ、こっちから、あ、そっちから。はい。ね、あ、うわぁ、うわぁ、ちょっと待って。クモの巣。あー、ここクモの巣だ。だからこっちから当てて。あ、そっか。クモの巣顔に。てかクモごめんなさい。クモさんごめんなさい。あなたの巣を私が今何が一生起こったか分からなかった。そう、すごい、これこれだ。これいいね。いいでしょう。うん、すごい。これは立派。これはちょっとテンション上がる大きさだね。上がるでしょ。うん。いくよ。うん、はい。もう一声。もう一声。もっともう一声。もっと、あ、もう一声。あ、おー、いい音した、いい音した。うわー、すごい立派。これは大きい。これ私今まで見た中で一番立派かもしれない。今日はこれで帰ろう。もう、え、それだけで？いや、もうこれでいいでしょ。じゃあ1個だけっていうことで。あー、怖かった今。
もうドットなんか顔もう疲れが出ちゃってるもんね顔に。ドットドット。わかるかな。いや大きいよこれ。スマホ。わすごい立派。ね、こんなに。あはずは大きい。すごいね。わ何ちょっと散歩みたいにしてるのかと地球儀と一緒に。すごいじゃん地球ペットにしてる方だよ。なんだ。あららら地球儀抱えて。よいしょすごい階段ねすごい登りたかったよねこれ4回目4回目のこれ4回目よいしょうわーはーい登れたよーはい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 これでねあそこまで行ってまた戻ってくるまた戻ってくるまた戻ってくるふらふらふらしてるボンドが好きらしくてボンドはいバイバイできるバイ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 もう眠たい眠たい眠たいいっぱい遊んでもらったもんねバイバイありがとうございますもうなんかボロボロ私なんかボロボロになってる口紅は口紅はリップがもうなくなってちょっとボロボロですけど、このまま帰っちゃう寝ましたゆっくり帰りたいと思いますはい、帰ってきましたただいまただいまただいまメルメルただいまいつもありがとうねえはいはい甘えてるわメルちゃんが甘えてるただいまおやつあげるねもうあとはお風呂入って寝るだけだねねえどっちも釣れたどっちも釣れたふぼちゃんこんな感じでちょっと寝そうな感じ寝そうなまだ頑張れるかな。じゃあお風呂で待ってるね。お、やったよ。待ってたよ。はい、今ですね。コクさんと交代してきました。スキンケア途中だったので続きをやります。はい。で、夜もですね、朝使ったこのポーラのホワイトショット SX エースを使います。もうこれはいつものスキンケアにプラスして朝と夜使ってます。こんな感じで伸ばして5秒間プレスします。こんな感じで乾かしました。今ですね、その大きなタケノコを茹でてます。とぎ汁はなかったんでね、お米入れて今、こんな感じで茹でてます。たけのこのいい香りがしてる。はい、今ね、コクンさんお風呂に入りに行って、洗い物を終わらせたところです。洗い物済ませたってこれ入れてるだけなんですけどね。はい。寝るタイム。ちょっとね、仕事をしようかなと思います。メールの返信とかね、今予約できるんですよ。明日の何時にメール送るみたいなのができるのでちょっと事前にねもうメールの文章を書いてで明日の今だとねちょっとご迷惑になるので明日のね朝送るようにします。ポポちゃんが昼寝してたねお気に入りのガーゼで今度はねメールちゃんがゆるりと過ごしております。そうちょっとね私ドラマ見てましたらコクンさんが先に寝るねってねもうねこの時間じゃないとドラマ見れないからもう私ドラマの時間に使っちゃってた。おやすみ。じゃあベッドで待ってるよベルと一緒に。おやすみなさい。はい、ということで、コクーンの実家で過ごすとある一日をお届けしました。そう、ポポちゃんがね、すっごく楽しそうで、私もね、とっても嬉しかったです。で、今回動画内で、ポーラのホワイトショットのアイテムを紹介させていただきました。もうね、今まで動画をご覧いただいている皆さんは、私がね、ポーラが大好きなことはご存知かと思うんですけど、そのね、ポーラさんと今回お仕事が一緒にできて、すっごく嬉しかったです。こうやってお仕事ができるのも、いつも応援してくださっている皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。
ございます。で、今回動画内で紹介したホワイトショットのアイテムはもうまだまだね、おすすめポイントがありますので、ぜひ紹介させてください。そう、本当にね、すごいなと思って、私もね、今回勉強になりました。で、まずはね、私が朝晩使っているこちらホワイトショットの SXS なんですけど、もうね、配合成分がもうやっぱりさすがなんですよ。ポーラが承認を得た美白有効成分のルシノールっていうのがあって、そのルシノールはシミの元となるメラニンの発生からブロックして、シミの発生源のメラノサイトでシミの生成を防ぐというメラニンロック機能を持っているそうなんです。シミの元をブロックして、そもそもシミを作らせないっていうのがね、とっても魅力的ですよね。さらにビタミン C 誘導体も配合されてますから。そしてメラニンの発生をブロックするだけじゃなくて、メラニンの単色化も期待できるそうです。で、私ね、今回ポーラさんから聞いて驚いたのが、ポーラさんが承認を得た有効成分のルシノールは研究期間10年、研究費用10億かけて開発されたそうで、医薬部外品の成分の承認から20年以上が経った今でもポーラの美白研究力を象徴する美白有効成分なんです。いや、すごいですよね。ポーラさんが自信を持っておすすめされる美白美容液ですから、もう絶対的な信頼があるんですよね。そう、正直に言うとちょっとね、お値段はお高めなんですけど、やっぱりいいんですよ。やっぱりいいの。なのでね、しっかり続けていきたいなって思います。ちなみにホワイトショット SXS はシミをね、作りたくないなっていう場所にスポット的に使うアイテムなんですけど、このね、ホワイトショットのシートマスクもあります。またね、このシートマスクもいいんですよ。このシートマスクはストレッチの効いたシートが肌にね、吸い付くようにフィットして、極細繊維で作られているので肌当たりもいいんですよ。もちろんね、毎日使ってもいいんですけど、1週間に1回のスペシャルケアとか、今日はね、よく日差しを浴びたなっていう日に使うのもおすすめです。私事なんですけど、ある時から美白命でもうずっと生きてきまして、日焼け止めは もちろんのこと、もうね、所構わずね、日傘さしてたんですよ。でもですね、もう当たり前なんですけど、最近はポポちゃん優先ですから。そうなので、もちろんね、日焼け止めは乗せてるんですけど、しっかりね。でもポポちゃんとお出かけする時はもう日傘を使わなくなりました。なので、このね、ホワイトショットのアイテムでしっかりケアをしていきたいなと思います。そう、もう使ってみるとわかる、本当にね、もうすごいいい、もうやっぱりいいです。そう、今年の夏もね、紫外線が強そうなので、シミが気になるっていう方や、シミを防ぎたい方はぜひぜひ試してみてほしいです。概要欄に詳細の URL も貼っておきますので、ぜひそちらからもチェックしてみてください。はい、ということで今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。やっぱりね、やっぱりいいんですよ。もう使ってみたらわかる。そう、ぜひぜひね、シミを予防したい方使ってみてください。そう、本当にね、よかった、使ってみて。そう、めちゃめちゃ気に入ってますこれ。